はい、こんにちは、116インズです。今回もマリナーズの補強に関する話をしていきたいと思うんですが、先日クリス・フレクセンと FA 契約を結んだマリナーズ、今日はですねレンジャーズとトレードを成立させまして、リリーフピッチャーのラファエル・モンテロという選手を獲得しました。このモンテロという選手、今年レンジャーズのクローザーとして活躍しまして、今季は失敗なしの8セーブを記録。マリナーズのディポト GM は、オフシーズンが始まる前、このオフのポイントはブルペンと語っていましたが、ようやくですね、ブルペン補強と言えるような動きが出てきましたね。で、しかも念願のクローザー獲得。今シーズンは最後までクローザーを固定することができず、こんな大逆転劇も食らったマリナーズでしたが、やっとこう MLB のクローザーと呼べるような選手がやってきたのは、本当に良かったなと思いますし、またこうしてディポト GM がブルペン整備を進めているということは、来季からプレーオフ進出を狙えるチームを作っていくと発言したディポト GM の言葉は、まあ、嘘ではなかったんだなと改めて実感しています。ということで今回の動画ではモンテロがどういうピッチャーなのかという話と、このトレードに関してもう少し詳しく話してみようかなと思います。はい、まずは簡単にモンテロのプロフィールから話していきたいなと思います。モンテロは現在30歳の右腕でして、ちょっと年齢は高めではあるんですが、まだ年俸調停の資格を持っている選手です。そのため年俸がまだまだ安くて、今シーズンの年俸は78万5000ドルと大変安いものとなっています。ただ年俸調停の資格を持っていますので、来シーズンの年俸はおそらく150万ドルから、まあ200万ドル、300万ドルぐらいのどこかに落ち着くのではないかと予想されています。で、モンテロはサービスタイムの関係上 FA までまだ2年残っていまして、マリナーズは最長でもこのモンテロを2022年まで保有することが可能です。年俸がまだまだ安くて、かつ2年保有できるという点はマリナーズにとっても非常に魅力的ですよね。マリナーズにとって本当の勝負期が始まるのは2022年。今から2年後のことですから、その年までこのモンテロを保有できる点は、トレードを成立させる上でもマリナーズにとっては魅力的に映ったんじゃないでしょうか。で、続いてモンテロのピッチングに関する話ですが、こちらのスライドの左側にモンテロの投球割合が載っていまして、円グラフからもわかるかと思いますが、速球系のボール、フォーシームとシンカー系合わせて、投球の全体の 70% 以上を占めていまして、まあ、どんどんですね、パワーで押していくようなピッチャーですね。フォーシームの平均球速はだいたい96マイル。勝ちパターンの後ろを任せるパワーピッチャーとしては、十分な平均球速なのではないかなと思いました。で、モンテロこの速球系以外にも、チェンジアップとスライダーを投げまして、チェンジアップがだいたい2割ぐらい。そしてスライダーは1割弱と、投球のほとんどは速球とチェンジアップで、まあ説明できるのかなと思いますね。平均96マイルの速球で速いボールを見せながら、時折球速差をつけてチェンジアップで抑えていく、そんなピッチングもできる選手なのかなと思っています。そしてこのモンテロというピッチャー、もともとメッツのトッププロスペクトだったんですね。先日獲得したフレクセンもメッツのプロスペクトでしたが、こちらはフレクセン以上に高い評価を受けていた選手で、2014年開幕前の時点のベースボールアメリカの全体のプロスペクトランキングで68位に入るなど、将来を非常に有望視されていた選手なんですよね。で、2014年のシーズン中に MLB 初昇格を果たしまして、ちなみにこの時一緒に昇格したのはあのジェイコブ・デグロムなんですね。で、そんな高い期待を受けながら MLB に上がってきたモンテロ、ただメッツ時代はなかなか結果を残すことができなかったんですね。まあ、モンテロ自身のパフォーマンスの問題もありましたが、メッツでは先発をやったりブルペンに回ったりと固定の役割がなかなか決まらなかったり、またメジャーとマイナーを行ったり来たりの生活も続きまして、プロスペクトランキング全体68位の評価を受けた選手ではありましたが、メッツでの4年間の通算防御率は 5.38。 この間怪我にも悩まされまして、2015年には肩の怪我もありましたし、2018年はトミー・ジョン手術を受けて全休をするなど、なかなかその才能というところがメッツでは発揮できなかった選手でした。しかし2019年にレンジャーズへ移籍すると、トミー・ジョン手術復帰後はリリーフに専念しまして、冒頭でも言いましたが今シーズンはクローザーも経験。メッツ時代の平均球速は一番速くて2017年の 93.9 マイルが最も速かったんですが、こちらがリリーフに転向した2019年は平均球速が 95.9 マイルと大幅に向上しました。もちろんメッツ時代は先発をやっていたこともありまして、平均球速が伸びにくかったというところはあると思うんですが、ただリリーフに回ったことで持ち前の球速をより活かせるようになったんじゃないでしょうかね。また制球面に関しても一定の改善の兆しが見られまして、メッツでの4年間は通算の予四球率が5を超えていたこのモンテロですが、レンジャーズに移籍した昨年は予四球率 1.6、 今シーズンは 3.1 とその差は歴然。細かいコマンドの能力に長けた選手ではないと思いますが、ただ先発時代と比べてリリーフの方がパワー勝負できる分、ある程度ストライクゾーンに投げ込むことさえできれば、そこまで致命傷につながらないので、どんどんストライクゾーンに投げ込むという姿勢にもしかしたら転換したのかもしれませんね。このあたりはレンジャーズファンの方、モンテロのピッチングに関して教えていただけると幸いです。
レンジャースでの2年間の防御率は 3.09、 昨年の 2.48 と比べますと今シーズンの 4.08 は多少見劣りしますが、ただ FIP は 3.70 と昨年よりも良い水準となっていますし、またモンテロの各試合の投球成績も見てみましたが、ある意味調整登板のような試合で2試合連続2失点してしまったことがあって、それがモンテロの防御率にかなり悪さをしているんじゃないのかなと思いましたので、まあ、今シーズンの防御率ほどモンテロのピッチングが悪くなかったんじゃないのかなというところが個人的な見解です。という具合にここまでがモンテロという選手に関しての説明となるんですが、では続いてモンテロのマリナーズでの役割について話していきたいなと思います。今シーズンレンジャーズのクローザーを務めたモンテロですが、当然ながら現状来期のマリナーズのクローザー最有力候補に現在なっています。モンテロのトレードが発表された直後、マリナーズの公式のデプスチャートが更新されて、モンテロは現在クローザーとして記載されています。マリナーズの現状のブルペンを見ますと、他にクローザーができそうな選手もまあいませんので、ここに特に驚きはないんですが、ただ今後の動き次第ではモンテロがクローザーではなくてセットアッパーなど他の役割を務める可能性もまだまだ十分あるんじゃないのかなと思っています。というのも今回こうして年俸が安くてかつクローザー経験のあるモンテロを獲得できましたので、最悪 FA 市場でブルペンにインパクトを与えることができる選手を獲得できなくても、一応クローザーのできる選手は手配できたということになりますよね。またモンテロ自身の年俸も安いので、マリナーズの今後の FA 市場での動きにも支障しないと。オフシーズンが始まった時点でマリナーズは3人から4人ぐらい勝ち試合を任せられるような選手を獲得したいとリポと GM が言っていましたが、当然このモンテロだけでリーフ補強は終わりではなくて、まだまだ FA 市場やもしかしたらトレードで年俸がもう少し高くてかつ実績のある選手を獲得してくるんじゃないのかなとは思っています。で、候補としては ESPN のジェフ・パッサン記者も冒頭のツイートでも挙げていましたが、ブレイク・トライネンやはたまたカービー・エイツなどモンテロ以上にリーフとしての実績がある選手を連れてくることができたら、モンテロをクローザーではなくて他の役割で使うということももしかしたらマリナーズは考えているのかなと今回のトレードを見て思いましたね。ただそういった選手たちの契約が実現しなければモンテロをクローザーで使っていくということになるのかもしれません。クローザーとしての経験が今シーズンしかないという点がちょっと不安ではありますが、ただこの2年間のモンテロのピッチングを考えますと、最悪その展開になったとしてもある程度の成績は一応残してくれるんじゃないかと個人的には楽観視していますが、こちらどうなるでしょうか。という具合に非常に楽しみなモンテロですが、マリナーズはこのモンテロ獲得のためにそれなりの対価は支払ったんですね。今回モンテロのトレードでマリナーズはホセ・コルニエルというプロスペクトと、それから後日発表選手1人をレンジャースへトレードする予定です。で、このコルニエルという投手は昨年国際 FA としてマリナーズが契約して、現在17歳ながら参加24位の評価を受けている選手です。今季マイナーが中止となった影響でまだプロデビューは果たしていないんですが、17歳ながら3球種を操り、また速球も90マイル台中盤に届くなど、今後の身体面の成長も含めて非常に楽しみな選手らしいんですね。現在はまだ参加24位の選手ではありますが、今後プロスペクトとして化ける可能性は十分あって、今回モンテロというリーフピッチャーを獲得するために放出するプロスペクトとしてはちょっともったいないかなと思うような選手みたいなんですね。なので今回のモンテロのトレードのプラスとマイナスをまとめてみますと、まずマリナーズにとってプラスなのはモンテロにクローザー経験があって年俸がかなり安い点、そして何よりあと2年保有できる点がマリナーズにとっては大きなプラスである反面、マイナスの要素としてはそのクローザー経験というところがものすごく豊富であるわけではない点と、モンテロの獲得のためにそれなりの対価を支払ったというところですかね。ただ今回こうしてプロスペクトを放出して MLB のリリーフを獲得したということは、プロスペクトを溜め込む時期はもうある程度終わりが近づいていて、マリナーズはこれから勝負期に入るんだぞと、そんな意気込みも伺えるようなトレードだったのかなと思っています。もちろん将来に向けていろいろなプロスペクトが入ってくるのも楽しみなことではあるんですが、やっぱり一番嬉しいのはチームが勝ちを目指してチーム作りをしてくれることなので、おそらくこの後も弱点の補強に動いてくると思いますが、今後のマリナーズの動きというところも非常に楽しみですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。